お邪魔します。どれにしようかな。どうしたの？一人でルウィンに来るなんて。あ、ブランさん、こんにちは。久しぶりにお休みをもらったんで、ゆっくり本でも読もうかと思いまして。ブランさんやラムちゃんタラムちゃんにも会いたかったですし。そういうことなら、ゆっくりしていくといいわ。はい、ありがとうございます。あ、ネプギオ、何よ、遊びに来てたの？だったらすぐ私のところに来なさいよ。ネプギオちゃん、一緒に遊ぼ。こんにちは、久しぶりだね、二人とも。ネプギアは読書をしに来たのだから、邪魔をしてはダメ。へえ、じゃあ私も一緒に本読む。それならいいでしょ。面白い絵本、いっぱいあるよ。うん、じゃあ今日はみんなで一緒に読書だね。騒がないようにね。で、なぜこんな体勢になってるのかしら。だってブランさん、柔らかくて気持ちいいですし。お姉ちゃん、あったかいし、いい匂い。ものすごく本が読みづらいんだけど。ネプギアは何の本読んでるの？機械の歴史の本だよ。ラステーションの学者さんが書いた本で。ネプギアちゃん、この絵本読んで。聞いているの？邪魔だから離れてほしいんだけど。離れなきゃダメですか？やだ、お姉ちゃんとネプギアと一緒に本読むの。じー、おとなしくしてる分いつもよりマシと思うことにしようかしら。まさか二人でも手を焼いていたのに三人も面倒を見ることになるなんて。へえ、そんな本つまらないわよ。ほら、ここには私たちが集めた漫画もあるのよ。あ、ちょっと待ってね、ロムちゃんに絵本読んであげてから見るから。